はい、本日も始まりました、これパ放送局。今回は岐阜県は海津市、旧南濃中学校、こちらでね、コスプレいたしゃ、ドローンサバゲー、ステージとね、あと縁日も、まあ、一応複合系のイベントでね、同日キックオフイベントで 3,4,5 とね、またそのままということでね、廃校プレイランド海津南中っていうねイベントをやってます。じゃあ先ほどねサバゲー組がね面白かったですね。ステージもねいろいろやってますので、ぜひぜひまだまだこれからイベントやりますのでよろしくお願いします。じゃあね、いろんなとこ回っていきたいと思います。はい、今回はねドローン B さんの協力を得て、ドローン撮影ということでね、ヘリに乗ってるわけじゃなくてね、これねドローンのカメラで上空から撮らせていただいております。まあこれね何階建てって感じだよね。高さがすごくてね、でやっぱりね腕がいい、ほんと腕が良くてぶれないんですよね、これ。上空こんな高いところに風も結構吹いてたのにね。はい、で板車の子たちを、撮らさせてもらってます。このぐるぐる回るのもね、なんてどうやるんだろうねとか思いながら、普通に上がるだけだの方がね簡単そうな感じがしますよね。で学校はね、やっぱり海津っていうのはね、田園に囲まれた田舎のね場所なんで、でこちら中学校の方は山の方ですね、山手川にある養老の山脈のね山の方にあるので、ちょっと駅から10分15分あるか歩いてもらうことになるんですけど、車で来られるとまあ簡単ですかね。はい、で見ての通り駐車場も多くて、グランドの方も、ね、駐車場として利用できますし、体育館でイベントなどもできます。いたしゃの展示はねこうやってミーティングって感じになると思います。はい、レイヤーさんにとってはねもうリピーターさんがもうすごくいらっしゃるんですけど、やっぱり1日2日じゃね、学校ほぼほぼ全体使ってますんで撮影しきれないって感じですね。うん、こちらは板車が置いてる場所、中2段っていう2段なんです、2段目の部分なんですけど、こちらね、やっぱり山に作られてるだけあって、1階、2階の形がちょっとね、複雑でね、で、本校舎、南館とあって、技術棟っていうのもあって、技術棟の方はね、霊峰室とかね、剣道場とか、なぜか柔道場がないっていうね、学校でしたけど、グラウンドの方もね、使用できるんで、運動会とかね、そういうのもできるんじゃないかなとか、バスケとかバレーとかね、体育館もできるんで、そちらの方もやっていこうかなと思っております。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ツイッターのフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。